バレンタインデーってね。でもさ、中学生の頃そんなそわそわした？バレンタインデー。めっちゃ疲れてる。大丈夫？りょうへいさん。うん、全然大丈夫。全然。中学生の頃。そりゃあ。そわそわしなかったんだけど。そりゃほら。なんで？いっぱいもらえてたから。違う。どうせ来んの分かってたから。違う、もう。紙袋持って行ってたんでしょ？あの空の。学校に。なんで自主的に回収してんの？そんなのなかったよ。その時からボーイだったんでしょ、もう。どういうこと？その時からもう自分はボーイだったんでしょ。こんなことないでしょ。小学生の時はすっげえなんかドキドキしたけど、もうなんか中学生はある意味なんかもう意識したら負けみたいなところがあったから、別にそんなの。それってめっちゃ意識してね。ね。そうやな。そんなの別に俺関係ねえしみたいな。だからそれすっげえ意識してね。あれでしょ、無駄に普段休み時間はしゃいでるくせにさ、バレンタインデーだけ休み時間寝てんでしょ。いるいる。ちょっと声かけやすいようにみんながいないとこで寝てんでしょ。それ演出しすぎでしょ。狙ったね。まあね、そんなですか。あれでしょ、女の子と目が合った時の子に普段別にそうでもないのに「いや」とか言うんでしょ。そうそう、その日だけ愛想よくなるんだ。無駄にちょっと演じちゃったんだね。してないですけども。そんな操作しなかったおいでがあるんだよ。みんな手作りチョコって作る？マジか。すごいね。もういいと思うよ。すげえ。手作りチョコ今年も渡す人、その要するに家族とかじゃなくて決めてるって人。おー、もう材料とかキラキラしとんな。材料とか買ってきてるの？みんなもうもうかな。女子早すぎる。それね、今からってのはパプアニューギニアの人だけだから。いや、もう世のね、時期がかぶると欲しいもの買えないから。そう、もう売り出してるところがあったよ。ウィングは本命あげんの？誰にあげんの？本命は誰にあげんの？そうだな、カジ君かな。なんでいじけてんのかよくわかんない。オッケー、夜中ならいいよ。何のオッケーなの？許す。作れ。しょうがない。そんなバレンタインでございます。この話終わんないね。やばいね。やってきましたけどね。はい、ということで今回も張り切ってお送りしました。